ラケットインプレッションです。ご協力いただきます。はい、クレルインドアテニススクール篠崎でございます。ございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうぞ。はい、ダンロップスポーツマーケティングテニス営業部上条でございます。よろしくお願いします。ラフィノのフキーでございます。なんやかやで、実はこれ年始一発目なんですよ。今年もよろしくお願いいたします。そうなんですよ。はい、ということで、2017年一発目のインプレは、スリクソンの、はい、CX、シリーズ新しくなります。 CX シリーズ一緒なんですね。なの？そうですね、名前は一緒です。スリクソンレボ CX の、2.0 と、2.0 ツアー。ここ見ても実は名前が書いてない。今回書いてなくて、この内側のここですね。はい、あ、なるほど。そう、今僕一生懸命こう探してる。商品の名前も一緒なんですか？全く一緒です。はい、全く一緒です。で、中身もじゃあ色が違いって言っちゃう。コピー。名前は一緒なんですけれども、はい、今回は金型からリニューアルをさせていただいております。金型から、じゃあもう根本的に、じゃあフレーム形状とかも、CX シリーズっていうのは、まず開発のコンセプトとして正統派のボックス形状ラケット、はい、特徴っていうのがコントロール性、高いコントロール性と、玉持ち感、ホールド感ですね、しなやかさっていうところを、備えたラケット。今回は、このラケットのコンセプトとしてピークシフトコンセプト、ピークシフトコンセプト、はい、これか、ピークシフトターフレーム、フレームっていう機能的には、はい、はい、そういう風に呼ばせていただいております。カタカナがボックス形状らしさを残したまま、今回はピークシフト、自分が打った弾道のピーク、頂点をより相手のコートの奥に移していこうっていうのが今回の開発コンセプトです。はい、アウトしない、アウト、単純に点を奥にしたらアウトします。なのでピークを高くするということは、打ち出し角度を少し上げてあげる、はい、あとはボールの速度を速くしてあげる、はい、そうすることで高く遠くに飛びますよね、うん、かつ収まるようにこうスピン、はい、スピンもかけやすいというところの3点を実現するために今回、フレームの形状を多少変更しているところがあります。もう全然わかんない。本当にわかんない。どうしようですか。どうしよう、まあ、画面で見てるお客さんさらにわかんない。本当に実物見てもわからない。はい、わかりますね。全くわからないですね。じゃあ、フキさんの説明させていただきます。はい、2.0 でいうと黒い、色のついた部分とサイドの赤い部分、あとは今手で持ってる、グラデーションかかってる根元の部分、この3パーツに分けて若干形状を変更しています。じゃあお二人とも触っていただいて、まず一番上の黒い部分ですね、頂点の部分触りますと、フレームの内側に、対して少し傾斜になっているの分かりますか？なる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 。従来の、一番厚い部分の厚み、最大の厚みを変えずに、内側に行くにつれて少しフレームの厚みを削ぎ落としている。で、次、2.0 で言うと赤い部分、ツアーで言うとグレーの部分ですかね。よく3時9時とか言われる、はい、ここから、逆に今回下の部分まで対して、今度は外側に向けて薄くしている。外に向けて細くなってる、こっち方向になってる、はい、どっかでねじれてる部分、この辺がだいたい触ってみるとフラット、フラット、ここフラットになってる、中間がここがちょうどこの継ぎ目らへん、そうですね、2時10時らへん、はい。2時10時だな、2時10時、ここらへんね。ここは真四角、真四角になってる、うん、で、根元、この部分に関しては従来の、CX シリーズ同様、うん、まあ、真四角に近い形状になってます。全体的には、ホールド感、しなり感、パワー、すべて向上したラケットになります。いいとこ取りですね。もうとにかく、すべて改善してます。足し算してって、今までのラケットよりも高性能っていう表現になるのかな。そうですね、はい。で、こ
的な変更はじゃあ全くないっていうことでいいですか。今回は、2.0 と、2.0 の LS はバランスの変更をしております。というのは前作ソニックコアテクノロジーというのをスリープソンのシリーズに、はいはい、搭載しました。多分今画面のこの辺にニューニューっていう絵を入れてもらっていると思うんですけれども、はい、それを入れることで単純に 10g フレームの総重量を重くした時とパワーが、同等になるというものを入れていて、じゃあバランスを軽くして、操作性も向上しようというのが前回の進化だったんですけれども、まあ、他社さん の, その同等クラスに比べて操作性が悪かったかっていうとそうではないので、今回は、従来のバランスポイントに5ミリずつ 2.0 で、315ミリ、はい、2.0 の LS で320ミリに、5ミリずらして戻しています。でソニックコアは入ってないですか。ソニックコアは継続して入ってる、はい、入っていて、さらにバランスも、まあ、元に戻したというような形になるので、よりそういった部分でのパワーアップを体感していただけるんじゃないかと思います。僕 2.0 の GX2.0 のですね、305g、はい、バランスは315mm、まあ、前作よりも 5mm だったと、はい、いうことで、最初にこう前作もちろん打ってますけど、パッと持ってみたときに、あ、バランスちょっと重いんですねっていうのがなんとなく分かる感じはします。やっぱり数値的な重さ、はい、で振ってみるとやっぱり逆に自然とヘッドが走る感じは前作よりもあるので、思ったよりもこう振り抜きの良さ、まあ、勝手に頭ヘッドが効くっていう意味での振り抜きの良さは あるのかなと思います。で打ってみた感想を言うと、飛ぶっていう感じがまず第一印象かな。ゆったり振ってるのにちゃんとボールがこう深く持っていける感じがするので、あ、純粋にこうラケットのパワーっていうところの要素が強く感じられると思います。なんだけど一般的に飛ぶラケットって打った感じ硬い、弾いてるから飛ぶっていう感じになると思うんですが、乗る感じのちゃんとする、打った感じのフィーリングはボックスだねっていう柔らかいフィーリングなんだけど、あれ思ったより飛んでるねっていう感じなので、しなってる感もあるんですか。しなってる感もあるといえばある。ただどっち、個人的な印象かもしれないですけど、ラケットがこうやってしなるっていうよりはちょっとフェースの方がグッてたわむ、こういう面の柔らかさがちょっと逆に強く感じられるのかなと思います。少なからずちょっとこういうしなる感じも分かると思うんですけど、僕の印象としてはたわむ幅のこっちの柔らかさの方が大きいかなと思います。でちょっとこう、まあ、撮影してる中でスピンで打ってみたりっていうか、まあ、自然に打ってるちょっとスピン系とちょっと意識的にフラットに打った時の印象とって話をすると、圧倒的にフラット系で打った時の球がいく感じがします。僕の印象はそうですね、ラケットの振りやすさはすごいあるんで、振れば振るほどなんかスピンがすごいかかる感じが、なんか自分がいつも使ってるラケットよりも2倍ぐらいかかるんじゃないかっていうぐらい、跳ね方が見てちょっと跳ねる感じが自分では思いましたね。うん、だから高スピン、オンデッドスピンがかかってました。でバックハマれば相当相手としては嫌なものが飛んでいくんじゃないかな。あとはこっちは僕のイメージすごいしなってる感じがあったんで、だいたいこの 2.0 と 2.0 ツアーって圧倒的にこっちの方がグッてしなるとそうだボックスだぜっていうしなり方をするのは圧倒的にこっちなので、やっぱりそれは多分しなった分ラケットがサッと抜けていて、振りやすさはすごいありますね。こっちの方が全然あるっていう感じ。まあ、あんまりしなりすぎても良くないし、しならなすぎても良くないと思うんですね。当然パワーを出すためにある程度のしなりっていうのは持ちつつも、その戻しが早いっていうところで、あんまりこうなんていうんですかね、しなりすぎてないような印象を持たれる方もいらっしゃるかと思います。実際はしっかりしなっているので、はい、柔らかく感じていただける商品にはなっているかと思いますけれども、まあ、その一貫性戻りが早いっていうところではヘッドの抜けっていうのも早く感じれるんじゃないかなと思っているので、まあ、冒頭に打ち出し角とスピード上がっちゃったらアウトしちゃうんじゃないのって疑問が、ね、ありましたけれども、うん、打っていただいて、うん、なんとなく納得できます、ね、確かに飛んでる感じがするけど、ちゃんとこう落ちる感じもする。だから言っちゃうと飛び出し角度があるから、ちゃんとこう落ちるっていう感覚もちゃんと得られるのかなと思うので、そういう部分
点ではこう飛びすぎっていう要素はあまり心配しなくていいんじゃないかなと思います、うん、前作の良さはそうですね、引き継ぎ全然違うっていう感じでもしない、ね、そうですね、あの前作のボックスっぽいしなり感のあるのはもちろんこっちでも十分に感じられるんですけど、それプラスやっぱりパワーアップしてる、純粋にラケット自体のパワーが上がってるっていうのは分かりやすいのかなと思いますし、まあ、今篠田君のコーチの言ってたそのスピンのかかり具合とか受け手側が嫌だろうなっていう話をすると、多分自分が打ってるボールよりも結構落ちてから速いんですよ。で、僕受けてて思ったのは、思ったよりも球が落ちてから速いもんだから、ちょっとこうゆっくり振ろうと思ったのが熱くドンって当たっちゃって、結構逆に自分の打ったボールがすげえ速かったりとかするっていうのがあるので、イメージよりも多分落ちてからボール多分速いんだと思うんですよ。伸びてる落ちてからの速さがかなりあるので、まあ、純粋にホールドして出してるっていう押し出しの感覚が強いのかなっていうのがラケットの良さとしてあるのかなと。